できた。ちょっと待ってね。早かった今。本当に怖い。娘だからね。スナちゃん。お願いです神様。娘だから。神様って言います。何これ。エリ様。でもなんかそういう、なんていうの、なんかそういう、なんかこうみんなが信じるじゃん、神って結構宗教と多いってことは、何かしらそういうなんか力みたいなことはあるんじゃない？はい、そこで食べるの？じゃあお願いします。これはりんちゃん作ね、これあのチヂミ、チヂミ、うわうまそう、チヂミのタレ？これタレで神様いただいて、うまそうやん。りんちゃんいただきます。りんちゃん、いただきます。これしじみ。しじみ食べるって。あ、すいません、1枚しか残ってなくて。タレつけてください。はい。つなぎも作ってきたんですけど。あ、食べたいです。まゆちゃんが食べちゃったつなぎも。ごめん、全部食べちゃった。はい、作っちゃいました。ね、すごい、嬉しかったです。はい、うん、お願いします。しじみだって。はい、あのタレたっぷりして。うわ、うまそう。本場じゃん。なんかね、今現状、結構、実は、運悪いように見えて、結構、いいのかもしれない。うん、そうでしょ。うわ、餃子も来たわ。なんていうの、守護的な人。はい。なんかそういう自分のことをすごい。キムチチヂミです。はい。うまい。守ってくれようとするなんか守護霊。りんちゃんうまいわ。今すごい見てくれてる。美味しい。うん。見てくれてる。味がしっかりする。守護霊っていうのはなんかリスナーさんとか。ビールちょうだい。カメは？はい。そういうような人がなんか今見てくれてて。カメにうまい。タイミングを。これはミーコの確認。うん。うわ、ね、すごいみーこちゃん。意外とすごいね、信じれば。みーこちゃんの確認だって。確認は結構作るのむずいんじゃない？自分を信じればね。あ、自分の行動を信じて、ちゃんとまっすぐ行けばいいんだけど、確認は。意外となんかその曲がっちゃうっていうか、この方向にこうやっていっちゃうと、やるやん。そうそう、離れちゃうみたいな。はい。だから、すごくなんかその行動を取るときには気をつけてくださいとか。はい。うまっ。はい。見ないとこで見ると、これはうまいわ。僕に美味しいよね。が大事だ。これ作れる？まゆちゃん。まゆ、ここにあんま作ったことなくて。うまっ。柔らかい。柔らか。何回も自分を信じようとする。あ、ナイス、ありがとうございます。うまっ。なんか自分がなんかことをなんか信用できないと、これしかできないとか、自分はここまでの人だっていうふうに思うと、夢は叶わないけど、ちょっとワンちゃん文句言ってやろうと思ったけど、これ文句言うとこねえな。炊飯器で換算、そうそうなの？とにかく3枚自分を信じろって言うの。未来がこれから落ちていくとか上がっていくとかは出てない。むしろ現状がいいんだけど、未来もそれ次第。400円払う。現状がいいんですか、これ。いいのが現状すごいって。まあ、であとは自分次第で上がっていくってことですね。そう、なんか自分をまっすぐ行ってば、だから曲がる方もそのまま落ちる感じ。曲がらないで、そう、周りを信じて、そこ座らないでね、マリちゃん。でもあの、下になっちゃうからどうしよう。そこがちょっとやめてほしい。そういう結果ですね。うん、それ王のやつだから。なんかあります、お金。あとは大丈夫ですか。あと、プラモスの一緒の追加で。あ、いいですか。両親のお姉ちゃんがいるんですけど、2歳上のですね、ルールが。お姉ちゃんのことが。エンジンさん、当たってるって。あの、とても悪いことになるので、お願いします。いいじゃね、キモってもない。じゃあ、まゆちゃん、いいよ、今日は特別、人が多いから。いいよ、座って。いいよ、今日だけね。うん。つなちゃん、本当に、デリさんとか、ちょっとごめんなさい。ニーコも、ツナ、あ、ニーコもリンちゃんも座らせるなって言ってて、ツナだけは座らせて。ごめんなさい、座っちゃって。本当だよ。うん。もうスペも座ってみなくて、一緒取れないから。いいよ、今日、人多いから。出てくかもね。出てく？うん、なんか出てくかも。お姉ちゃんがですか？そう、なんか旅に出るとか、なんか。いや、多分違う意味で出てくるんですか。ああ、よくない意味で。
当たってますね、当たってるんだ、なんか精神的な冒険とかみたいな気まずい。でもなんか自信を持ってください。のどごしあんま好きじゃないけど反映しますとか今現状では見てるけど、前からのどごしなんだ、旅に出るとか、あ、精神的な旅に出るとか、うまい、餃子も旅に出るっていうのは当たってますね。餃子もうまいな、出ちゃって、2枚も出ちゃってます、当たってますね、兄さん。プロじゃん。もう1回だけですか。いいよ。子供4人いるんですけど、はい、子供4人の行く末だけ占ってください。子供4人ですか。はい、私も気まずいの占っちゃったんだ。あ、いいね、やっぱりなって思った。気まずいの占っちゃった。分かって、そういう時って絶対にあのもう最悪って時どうするの。なんか結果最悪だわ。でもごまかしたら嘘なんかつかないですよね。ごまかすでしょ。つかない。そんなこと言うの当たり前じゃん。マジ？毎日だもん。いや、なんか嘘ついたってネットとかもやってるから、動画とか当たんないみたいな。あ、そうかそうかそうか。結構指名の人とかで毎回結果に満足できなくて、毎回30分か俺にぶち切れてるけど、うん、あでもまた来週とか当たってるからね。かわいそう。今のライでエミさんのマジで。そんな、うん、おかわり。マイクの音聞け。子供たち、みんな、これからの未来を。まあ、8割くらいで聞いたんですけど。いや、だいぶ待ってたわね。だいぶ待ってた。めっちゃ待ってる。カクテルありがとうございます。確認ってまだあるの？あるよ。うん、ほう。だから確認？我慢してだから計画してくださいとか。まあ、もう作ってみようかな。計画？計画。子供が？ミコの確認うまっ。リンちゃんなのかな、これ。我慢しながら計画してくださいとか。当たってる。はい。なんかそのまあ、作れる確認。確かに。何かに捕らわれてないの？なんかその、うん、なんだろう、責任、自分のなんかその全部うまいわ。周りから助けを求めましょうとか、そういうこと。縮みもうまかった。なりますとか、はい、あと依存、なんかに依存するとか。当たってる。あとなんか不健康な習慣とか。うまい。不健康な習慣。あ、自分のですか。そうそう、めっちゃ待ってる。このまま私のことじゃないけど、子供のことで超絶的なことですよね。そうそうそう、私が何かにとらわれてて、そうそう、健康な習慣や、まあ、移動してることがあるっていう。そうそうそう、で未来のところで見るとやっぱりなんかその、はい、障害とか、 なんか山あり谷ありとか。そうですよね。のど越しも前が冷えてると。だからなんかそのなんつうの、この山だからなんかすごいなんかスピード感って訪れるから、はい、なんかあの感情にとらわれるんじゃなくて、はい、なんか理性的になんか判断して進んでください。感情でやっちゃダメって、はい、でなんか予期せぬなんかそういう出来事とかいっぱい起こってやってくださいとか、ちゃんとなんかなんか理性的にやってくださいみたいな感じです。自分の理性を、ね、抑えてください。そうそうそう、子供を育てなさいということですね。そうそうそう、語ってます。はい、わかりました。なんかね、過去はね、なんか自分のやりたいことをやってくださいって。あ、過去ですね。そうそう、なんかあの選択肢が多かったとか、過去の依存とか出てるんだよね。出てますね。優柔不断なのかな。そうです、超優柔不断です。騙されたりとか、めっちゃあります。嫉妬したりとか、はい、そういうのがなんかあったみたいな。当たってます。私の占いあの3回ともやめて 100当たってます。本当？はい、ありがとうございます。すごいエンジンさん、うん、ありがとうございます。当たってんのか分かんないから、いや、お姉ちゃんのことで、あのマジであの当たってます。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃ妻ちゃんの番ですいません、ありがとうございます。今後の人生、あ、これ教えて、今後の人生、うん、道に来てる、うん、あ、これちょっと。
今のこの家なき状況どうするかわかりました、了解です。トイレ行ってきて、すごいね。いや、わかんない。でも当たっててもさ、結局やるかやらないかとか自分じゃない。どうやって毒がゆっこちゃん、まあ、なんか紐してたらやらないし、占いくらい紐してた。へー、いずれはどうなんですか、負けた。あ、いくら負けた。5万。5万負けた。うん、ごめん。で、またやるの明日も。どうしようかな。やばいね。ん？ダメ？パチンコぐらい良くない？ダメかな？たまには。たまにはで、昨日も。いや、たまには。今月は別に。前も毎日ザパチンコやの。先月頑張ったし、今月ぐらいちょっと息抜きで。ダメかな？うん。配信で使ったらいいじゃん、そのあのイベントの賞金は。毎日毎日ね。かけ狂いましょう。かけ狂いに影響を受けてる。悪いアニメ見るから。お前に勧められたんだよ。うん、冷たい。何これ、冷たいんだ。冷たかった。ご飯熱いのに冷た。じゃあ、つまり、たかし見てます。たかしとも会える。いや、たかしがどう、今、つなちゃんのことをどう思ってるのか。なんとも思ってない。どれにする。なんとも思ってないもんね。今回はこのホームレス騒動について占わなくても分かるじゃん。あ、一歩入るな。だいたいね、3月に1回くらい変わったりするからね。すごいね、お酒飲んでても誰もが分かる。酒飲んでる方が当たる。当たるの、うん、集中できないじゃんね。酒飲んだ方が集中できる。ローズンカクテル、ありがとう。あ、400円もじゃないです。ありがとう。リコちゃんも具合悪くて帰っちゃいました。何さげん。現状成功とかなんか、ね、これ成功あるの。自分的には成功らしいんだけど、なんか味しめてる。やばね、オリカ、ありがとう。詳しく。ふうさん、はじめまして。餃子あります、まだ行けばある。うん、焼いてください。ありがとうございます。私も食べたい。同じぐらい。同じぐらい。うん、すいません。私も食べたい。うん、美味しいんだもん、萌ちゃんの餃子。金持ってんじゃないの、本当は。いや、持ってない。持ってんじゃないの、これ。成功してるとか言ってるよ。私、シングルマザーになりました。そうなの、久しぶりに。久しぶりです。ごめんなさい。なんかね、自分のコロナになりました。しかし、19日にシングルマザーとコロナになりました。大丈夫。それは、あ、コロナ大丈夫です。行動を取るべきタイミングじゃないけど、いやいや、2キロ太って今。本当？痩せてるよ。必ず受け取れますとか。スタイルいいよ。いや、本当は結構嘘つき。まゆちゃん、とんでもないです。皆さん、カクテルお願いします。私に無料カクテルくれませんか。カクテル今10位で1位なんですよ。何位まで。私トップ10入りすればいいんですけど、今10位で11位も始めて、はい、8位で入れるんですよ。ちょっとお願いします。8位でいいのでよろしくお願いします。入賞はいらないんで。こっち緑。私おすすめに出てこなくなっちゃって、おすすめ規制じゃないのに上さんに聞いたらおすすめに出なくなっちゃって。こっち緑って。はい、ゼロマさんからお願いします。なんかそれのシリーズ頑張って来てないですね。体のとこ体にが変わるのか。ありがとう、10枚です。10枚です、ありがとうございます。0枚です、ありがとうございます。0枚です、ありがとうございます。1回やばいかも。2キロちゃん、私のリスナー、ありがとうございます。リニューアルする。ゼロマさん、来てないですよ。ゼロマさん、リニューアルです。お願いします、8位まで。1万ポイント差ぐらいしかないんですけど。なんかね、過去の優柔不断な自分から脱却していく感じ。ゼロマさん、じゃあ、いいってことみたいな。ゼロマさん、ゼロワンさん、ゼロワンさん見てください、これ。見てください、これ。私、ここなんですね。で、下始まって、ここまで来たんですよ。高橋との今後は。で、1万もないんですよね、下が。
4000、まあ5000ポイント差じゃないよ。こんな好きじゃないの。来ない。あ、じゃあ朝から。ビジネス高須でこれ。ありがとうございます。可愛い。可愛い。ありがとうございます。来ました、来ました。ありがとうございます。マジで。もっと旦那が好きだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん。もっと旦那が好き。ありがとうございます。はよ、行ってよ、みんな。もっと旦那が好きで、今、高瀬好きじゃない。え、旦那が好きなの？それはないでしょ。もっと旦那がもともと好きなんだよ。ちょっとみんな行ってよ。顔立たないじゃん、俺の。顔が立たないじゃん。トムさん、ありがとうございます。リスナーさん。